はい、こんにちは。今日もですね、おすすめ書籍シリーズということで、もう今日でかれこれ折り返し第3弾っていうところまで来ました。これはですね、きっかけはツイッターの方の DM に、おすすめの書籍をぜひ紹介してくれると嬉しいですっていう、まあありがたい、DM がありましたので、それに対してですね、お答えをしていく、そんなシリーズとなっています。過去のですね、動画っていうのもまた概要欄の方にリンクを貼っておこうというふうに思いますので、ぜひ興味ある方はそちらもご覧いただいて、この書籍ちょっと一冊一冊読んでみようかなという方に関しては、ぜひ購入をいただけたらいいんじゃないかなというふうに思います。まあ一冊一冊の中身とかっていうのを別に解説しているわけではないので、本当にこういうおすすめの本がありますよ、で概要こんな本ですよっていう形なので、例えば中田敦彦さんですね、折り出しの中田敦彦さんなんかみたいに、ホワイトボードに一個一個こう丁寧に書いていって、一冊一冊の小説、章とか中身とかっていうのを解説しているものではないので、本当に興味が湧いたら買おうくらいの感じでいいかもしれないです。この動画を見たから一冊の本が網羅できた、そんなわけではないので、そこだけご注意いただきます。ということでですね、今日はこれ重いっすよ。今ちらっと見えてます？これはい、ですね、これを一気にどう、これ本棚出すのも大変だったんですよ。ちょっと待ってくださいね、机にひっついちゃってる。今日はごめん、笑い方がキモかったですね。今日はよいしょー、あ、やばい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 、よいしょ、バンということで、大図鑑シリーズということでですね、心理学とか哲学とか政治学、経済学、経営学、それからあとなんだっけ、政治学かっていうような感じで、これ大体ですね400ページ前後くらいそれぞれあるものになるんですよね。そんなにあるものお前紹介してくんのかよって、重たいのやつ紹介してきたなっていうふうに思われるかもしれないんですが、ご安心ください。確かにこう開いていくとですね、文字がちょっとですね、こんな感じでぎっちり詰まってる感は多少あるんですが、ただですね、各その文章の、にまつわるですね、こうイラストが書かれてたりとか、あるいはですね、マインドマップっていうほどではないんですけど、概要をちらっとこんな風にですね書いてくれてるページとかっていうのもあったりするので、読みやすいです。でこの前提の大きいところの知識がある上で細かな文章を読んでいくことによって理解がより深まっていくというところなので、だからさらっとその概要とか知識の表面だけをこうさらっと読んで身につけていくっていう風だったら、今ちらっとお見せしたようなマインドマップのところだけを読んだりとか、あるいは画像だけですね読んどくっていうので、もう十分読む価値は非常にあるんではないかなっていう風には思います。ただですね、やっぱりそれをさらに深掘りをしていこうという風に思ったら、一つ一つの、こういったですね、この細かな文章とかっていうのも読んでいかなくてはいけなかったりとかします。で構成的にはまあ、多少その政治学とか経済学とか経営学っていうものによって中身っていうのは若干は変わってくるんですけど、大きな流れとしてはそれがどうやって成り立っていたのかとか、どうやって成長していたのか、どうやって、前任者が考えたものをひっくり返していったのかっていうような、まあ、歴史の流れですね、古代のこの人が考えて現代のこの人が、完成させてみたいな感じで歴史の流れになっていく、そんな紹介をしながら、ちょっと個別分野ですね、政治学のこの分野とか心理学のこの分野っていうような形で紹介をしていく、まあ、そんな図鑑になっていきます。で図鑑ですので、ちょっと値段は張るんですよ。これ一冊あたりですね、これどうなんだろう、一冊ずつ違うの、あ、ちょっとずつ値段が違いますね。この政治学4200円、こっち3800円みたいな感じで、ちょっとずつね金額は違うんですけど、やっぱり4000円前後の金額はなかなか値が張るというところなので、まあ、もし Amazon とかで買うことであれば、プライム会員でポイントが貯まるとかっていう方だったら、新冊で買った方がおすすめ、お得かもしれないんですけど、これに関してで言ったら中古本でも別にいいんじゃないかなと。中古だったら中に2000いくらっていうのもさっき見てたりしたので、僕は全部ですね、これ実は蔦屋書店ですね、自分がお気に入りの蔦屋書店があるので、その、ポイント10倍の時に買っていったっていうところがあるので、ちょっと奥に変えたかなというところで一気に揃えてしまったので、それを実家に心理学以外の5冊を一気にまとめてこんだけ買って帰ったんですよ。ただ、あんた何しに来たんっていうですね、母親に思いっきり突っ込まれるみたいなこともあったりしたんですけど、まあ、そのくらいちょっと読んでみたいなっていう、まあ、衝動に駆られるですね、本だったので、すごくこれは買ってお得だったなっていうふうに思います。やっぱり専門分野を勉強していく上で何から勉強していったらいいのかがわからないっていうケースって結構あると思うんですよね。哲学勉強しようと思っても、じゃあ哲学って何から入っていったらいいのって、ソクラテス、アリステレス、ってなったりとかすると思うんですよね。そういう時にこういう図鑑とかっていうのって非常に便利だと思うんですよ。なぜかっていうと、深くは入らないけれども全体の知識っていうのをさらっとやっぱりまとめてくれてるんですよね。でその全体の知識がある中で、じゃあ自分は
カントに興味があったからカントに興味行こうとか、カントに行こうとかウェーバーに行こうとかですね、ウェーバーは経済ウェーバーじゃなくて、こういう時に名前をど忘れするのが良くないんですよね。まあソクラテスとかアリストテレスとかウェーバーじゃなくてカントとかですね。まあ僕カントが好きで純粋理性批判のですねものすごい分厚い本とかって思ったけど、まあこれがなかなか進まなくて今ちょっと頓挫してる最中ではあるんですけど、いつか行けようかなと思ってて、それはグッドブック。でそんな風にですね、各そのなんとか学っていうものに興味はあるけど、どういう入り方をしていったらいいのかなっていう方、もし迷っている方がいらっしゃれば、こういう図鑑シリーズから入っていって、興味のあったものから入っていくと、興味のあった人物とか興味のある、心理学の中でもこういう分野こういう分野っていうので入って、進めていっていただけると非常にいいのではないかなというふうに思います。ということで、本日はですね大図鑑シリーズということで、ここには、哲学政治学とかいろいろあるんですけど、ここ以外にも図鑑シリーズの中で紹介しているものがありますんで、そちらも興味ある方調べていった中で出てくればぜひご購入いただければいいんではないかなというふうに思います。ということで、本日の動画以上とさせていただきます。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。